はい、どうもタクタクです。少女劇団やっていきましょう。さあ、とりあえずなんかいろいろ何あーびっくりした。いろいろ数字とかを多い数字とかをですね、こっち行けばいいのかな。誰かいる？誰もいない。数字とかを取ったんですけど、何桁これ、暗証番号1、2、2、3、4、5、6、6桁の数字。月子が何か知っているだろうか。あ、ちょっと月子に聞きに行けるみたいな、行きたいと思います。月子さん、匠さん、出口は見つかりました。番号、そういえば壁に書いてあります。え、なんで知ってんの、なんで知ってんの。84、そう書いてあります。あ、84、ちょっと待ってね。月子の部屋は84と書いてあるみたい。これ何の番号でしょう。わかんないよ俺だって。ちょっともう一回聞いてみよう。なんだろう。そういえば赤い電話がなんかヒントをくれるとかどうとかって言ってたんですよね。おう、番号、横線、挟まった。ん？檻の中。ないない、もう一回。もう一回教えてくれる？番号、横線、挟まった、檻の中、番号。え？横線の番号は、あ、でもね、これでね、6桁になるわ。もし、月子の部屋の番号が、84横線であれば、84から始まって、なんだ、10の罠があった部屋は、横線67横線だったのよ。で、石のあったなんか道みたいなところは、横線51だったわけね。で、多分これで、ちゃんとメモしたんですよ。これ月子の番号から始めよう。84、8467、51か。51であれば。あ、いた、ほら。なるほど、そういうことだったんですね。あ、また電話。これか。これちょっとメモっと。赤い。何。赤いの？だからなんだっつ。番号打ち込んでも反応はありません。壊れているようです。これで開いたよ、ここは。何？あ、ノコギリ？ノコギリが落ちている。刃先には肉片らしきものが付着している。やばい！やばいってこれ！どういう状況？あ、女の人が！これ、なんかこんな人前作に出てこなかったっけ？きょ。ねえ、これは全部悪い夢なんでしょ？こんなこと起きていない。起きて いいはずがない。夢だと言ってください。夢なんでしょ。いいえにしようか。いいえにしてみよう。嫌だ。私は悪くない。私はあの子が羨ましかっただけなんです。あの子だけあんなに心配されて。あんなに、あんなって人にどっちずるいじゃありませんか。あの子なんか消えてしまえばいい。どこかに売り飛ばされればいいの、いいって。でもこんなことになるなんて思ってなかった。ああ、こんなの嘘、現実じゃない。どうした。ああ、なんか出てきたよ。なんか出た。あ、なに？はあ！やられました。どうすんの？また刺さって、ああ飲み込まれた。ちょっと待って、さっきやられた状態がまた残ってるんだけど。いや、また、これどうすんの？あ、こういうこと。おい。え、なんで？あ、こういうこと。ダーメじゃーん。どっから？あ、こっからね。はい、来て。はい、これずらして。これちょっと、あ、妨害したい。おいしょ、しゃいだったー。どうしろと。
もっと早く、もっと早く、危ない、あーちょ、これ無理ですよ。もっと早く、もっと早く、もっと早く、行こう行け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 、はいはいはい。で、これどこに、痛い、ちょっとマジで、あ、ここからよかった、あーちょっと、なんでまさ刺さってる、いっぱい刺さってゆく、いっぱい刺さってもまたマジ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 、ちょっと危ない、あーちょっと急いで、急いでくだ、あーなに、危ない、あったよ、なになになに、刺さっちゃった、待ってね、ちょっとまた刺さっちゃった、どんだけ刺さるんだよおい、はい、こっちから行こう、こっちから、こっちからは行けなかったみたい。どんだけやられるんだよ、タクタク、てってれってってて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 、ちょっと待ってって言ってるじゃん、危ないから刺さっちゃうから、早く出して、危なかった、危なかった、どこ、これ、え、またここ、ちょっと待って、一回セーブしよう、いろいろちょっと耐えられん状況になってる、いろいろ耐えられない状況になってる、あー結構しばらくぶりのセーブな気がしている。はい、これで月子に話しかけよう。84、そう書いてあります。これ何度も、そこ、まだまだそこ、これどうすんの、持ち物が増えたわけでもなく、どこに行くのこれ、もう一回これかけてみようか。ダメか、こっちは、あ、戻ってるというか、ここでセーブすればよかった。さっきのは何だったんだ、これなんだ、よし、みんな心せよ、えぐいものが入ってるかもしれない、せーの、少女は物置の中で鍵を見つけました。物置の鍵を拾いました。鍵には112と書かれた札がついている。牢の鍵だろうか、なんのこっちゃ、なんかもう意味ありげな演出だったけど。少女は物置の中で切り抜かれた雑誌の記事を見つけました。読んでみますか、読んでみよう。記事が切り取られている。1年、前ほどのカストリ雑誌、カストリ雑誌ってなんですかのものだ。至る部分に鉛筆で塗りつぶされた跡がある。わあ、なんだこれ、見にくいな。山奥の村滅びる、大量の惨殺死体発見。6日午後6時頃、なんとか市なんとか村にて大量の死体が発見された。死体はすべて体の一部が欠損しており、それらは木製の箱に詰められ放置されていた。今回のお話ですね、これね。5日午後8時頃に署に、なんとか村で猟奇事件が起きたとの通報が入り、翌日村に向かったところ発覚した。家を荒らされた形跡は見当たらず、金品なども放置されている状況から、動機は精神的心労によるものと考えているようだ。ほう。なんとか村は一部の人間だけが出入りしており、ほぼ世間とは断絶した生活を送っていた。情報が不足しているため、解決は困難だが、通報の電話主が誰かはっきりせず、近隣の住人も通報していないと言っているため、電話主が怪しいと署は発言している。箱、私はこの箱のこと、いや、この事件を知っている気がする。思い出そうとすると頭が痛くなる。思い出してはいけない気がする。ただの低俗なカストリ雑誌の記事だ。気にしないようにしよう。カストリ雑誌って何ですか、カストリ雑誌って何ですか。これが穴が気になる。特に気になるも入っていない。ゴミとか何かの部品とかそんなのばっかりだ。うん。中には大きめの鉄パイプが入っている。武器として使えそうだけど私には重い。中途半端な力でこんなものを振り回したところでたかが知れている。女の子には不釣り合いだろう。結構あれだね。的確な判断ができる。他にはなんかもないかな。じゃあ鍵を、これ月子のね、部屋の鍵だといいんですけどね。ちょっと月子さんに。開けてあげましょうか。持ってきたよ。物置の鍵を使ってみました。するとガチャリと音を立てて扉が開きました。どんな姿なんだ月子は。
たくみさん。この人が。かっこいい。たくみさん、鍵見つけたのですね。なんかかっこよくない、この人。少女は初めて月子と顔を合わせました。年は10代後半でしょうか。癖のある長い髪が、特徴的で、黒い手袋をつけています。月子は少女と顔を合わせると緊張していた顔がほころび、まるで太陽のように笑いました。ああ、助かりました。ありがとうございます。私のために嬉しいです。あの、何か変わったことはありました？いっぱいありました。血とかがいっぱいありました。少女は仕掛けられていた銃の罠について話しました。すると月子の顔はさっと青ざめました。罠ですか？私たちはここに閉じ込められた人は随分と悪趣味ですね。閉じ込めた人か。大丈夫です。二人で注意して進めば見分けられるはずです。それに私結構注意深いんですよ。だから大丈夫です。行きましょう。少女は月子と一緒に行動することにしました。会話。月子がいる状態で A ボタンを押すと会話をすることができます。特定の場所ではヒントや特殊な会話が発生します。なるほど。これから女性二人で探検というわけですね。何なのでしょう、この箱。これは？ああ、これか、84ですね。これ何か役に立ちました？暗証番号？この横も言ってほしかったって？ああ、ごめんなさい、忘れてました。これなんて読むんでしたっけ？これは、ハイフンじゃないですか。わかんないですけど。血ですね。私のものじゃありませんよ。この箱は結局は、開かない。まあまあまあ、行きましょう。ああ、そうだ、たくみさん、ちょっといいですか？私の目を見てください。どうした？いいですか？私には嘘はつかないでください。これからのことです。何があっても私には嘘はつかないでください。わかりましたか？はい、ありがとうございます。いいえね。こういった場面ではお互いの信頼が大事だと思うのです。ちょっと緊張しちゃいましたね。大丈夫です。必ず二人で脱出しましょう。ただ怖えよ、月子、怖えよ。大人のお姉さん、なんだ、うわ、また入れと、入れと言うの。何、なんもないよ。これ一応セーブしとこうか。なんかここの分岐が重要になってくるような気がしなくもないな。テスパイプですね。いや、私は遠慮しておきます。いやだって。もう何もない。他にはないな。月子にしかできなさそうなこととかをやってもらう感じか。こっちは？なんかいるん？いない。もう必要ない。この辺で話しかけてみよう。 A ボタンを押す。電話が置いてあったら助かりますね。電話線がつながってるかどうか分かりませんが、そういえばここ電気はついてるんですね。配電盤とかちょっと見せてみる。じゃあこれ、これです。これ、ああ関係ないな。広いですね。いざこういう広い場所に出ると緊張します。ここで話すると？電話ありますけど、ここに。ここ。特に役に立つことはない。こっち行くと死んじゃうしな。あ、でもこういうのを置いてから行くと大丈夫みたいな。こっちは？薬品わかるかもしれないよね。こう話しかけてみようか。暗いですね。照明が壊れているんでしょうか。やっぱダメか。これはわかる？これわかんない。照明をつけろ的なことか。ここに入る。うわ、確かにこれは銃ですね。なんて危ないことを。ここから逃げたとして人のいるところにたどり着けるんでしょう。ちょっとだけ心配です。ちょっと行き詰まった感が出てきたな。ここは開けられないかな。
うー、何か工具がありますね。がいりますね。さっきのあれなんじゃない？こう来て、こっちになんかいろいろ入ってるって言ったから、ここのどこかに工具的なものはないか。なんかありそうなんだけどな。一回セーブして、やっぱあの銃が出るところにやっぱ一回ねえ行くしかないんじゃない。これはここれ大丈夫かな。二人でこう並んだら危ない。あ、たくみさん危ない。お、大丈夫だった。大丈夫ですか。大丈夫だった。ごめんなさい、強く押しすぎましたね。また銃の罠ですね。扉の向こうに仕掛けられてます。十分に注意して進みましょう。扉を開けるとき、何かに触れるときは注意してくださいね。もしかしたら走るのも危ないかもしれません。やっと行けるようになった。でもおお、これだ。これ散弾銃です。当たってたら無事では済まなかったですね。うーん、固定されて使い物になりません。銃弾も一発きりだったみたいですね。あれ、何か入ってますよ。ハサミの部品。おや、これでハサミが出来上がりそうですよ。錆びたハサミが出来上がりました。ボロボロですがね、何かに使えるでしょう。こう進んでいこうか。壁に血のようなもので文字が書かれている。あなたにも道は残されていない。もちろんそんなもの最初からないのだけれど。意味深。鍵が勝手に開けられない。お、なんかあれよ。あ、なんか今一瞬誰かがいた。箱の隙間から向こうへ道が見えますが、通れそうもありません。隙間から向こうの道が見えますが、箱が邪魔ですね。重くて動かせそうにないですし、釘でしっかり閉じられてて開けられもしませんね。邪魔だな。いっそのこと燃やしてしまいたいです。燃やせばいいんじゃない。燃やすのもありかもしれない。ただここが燃えるかもしれない。そうなると錆びたハサミ、これで針金が切れるなんていうことないよね。切れないよね普通ね。起きた、いけるんだ。少女はハサミを使って針金を切りました。ハサミは壊れました。でしょうね。あんな硬いの切ったら切れるんだね。なんか嫌な予感がするわ。うわ、これメモった方がいいですかね。やっぱりこれメモっときますわ。後でね。はい。なんか血がついてるよ。誰の血だろう。気になるも入ってない。鍵がかかっているようだ。番号は解けというのですか。これでしょ。だから6X は A で、わかんねえこれ。これでもあれだよね、パターン的には99パターンしかないから、気合を入れれば開けられるんじゃ、開けられないかな。これはなんだろうね。はい、というわけで、じゃあこのやつはなんとか次回までに解いておきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。